コソボポリエは、コソボ中央部の平原であり、プリシュティナから北西に 5km 程度、ラブ川とシトニサ川の合流地点にあたる、この一帯は、1389年に、セルビアの諸公が、オスマン帝国の軍勢と戦った、コソボの戦いの戦場であったと考えられている。ここから6トルほど南西にあるフシェコソバ、コソボポリエの町や、 オスマン帝国のコソボ州、そしてコソボの語源となった地名である。コソボの戦いの記念飛行賞は黒歌取りの平原を意味しており、セルビア語の故障はコソボポリエ、ブルガリア語ではコソボポレ、トルコ語ではガジメスタンと呼ばれるほか、ドイツ語名アムゼルフェルトで言及されることもあり、また日本語の文献ではコソボ平原、コソボが原と書かれることも多い。 カジメスカンはコソボポリエの南西にあるコソボの戦いを記念した記念碑の故障でもある。記念碑は平原から50メートルほどの小高い丘の上にある。記念碑は1953年にユーゴスラビア社会主義連邦共和国の下で建造されアレクサンダルデロコの設計によって中世の塔をかたどって作られた。コソボポリエは マケドニア共和国のスコピエとセルビアのクラリエボを結ぶ道路の途上にあり、記念碑は道路から500メートルほど西にある。ガジムスタンの古称はトルコ語で英雄を意味するガズイに由来し、この単語はアラビア語で選手を意味するガーズイから来ている。記念碑の場所は1989年のコソボの戦い600周年に際してスロボダン・ミロシェヴィッチが言った。 ガジメスタン演説の場となり、この演説はユーゴスラビアでの民族対立を刺激したものとして悪名高い。記念碑は国際的な平和維持部隊によって常時護衛されている。記念碑にはコソボの戦いで処刑されたラザル・フレベラノビチのものとされる呪いの言葉が刻まれている。この呪いが初めて文献に記されたのは1845年版の ブークカラジッチによるセルビア民謡集である。コソボの戦い直前のオスマン帝国とセルビアの軍の配置。上の赤がセルビア側、下の緑がオスマン帝国側を表す。ありがとうございます。